アクレプ話へようこそ。ヤッホーメダです。今日はこの子にね、餌を与えていきたいと思います。それでは行ってみよう。では蓋をね、開けていきたいと思います。多分ね、きっとこのシェルターの中に可愛いやつがね、隠れてるんですよ。いましたね、おいで。そう、この子動きがね、割と早いんでね、十分注意が必要なんですけど、あ、逃げた。こちらの子ですね。こちらの子はワワンリントカゲモドキというトカゲモドキですね。またね、レオパとは違った良さを持つトカゲモドキになります。まあ、トカゲモドキというかヤモリなんですけど、この子にね、似た種類がいて、ハイナントカゲモドキというトカゲモドキがね、います。まあ、この子はね、中国に住むトカゲモドキヤモリで、まあ、主にね、そういうような子ですね。で、この子はね、年々価値が上がっているヤモリさんなんですよ。ちょっとこっちのお顔をね、ちょっと見てもらいたいんですけど、俺の手が曲がらない。こうか、こうすればいいのか。こんな感じでね、可愛い顔をね、してます。ちょっと俺、体勢がちょっとね、きついんで手が震えちゃってるんですけど、まあこんな感じの子ですね。で、体もね、こんな感じにヒョウ柄というか、そういう感じになってます。で、バンドもね、オレンジ色でとても綺麗ですよね。で、よく見るとね、黒い縁があって、中身がオレンジと、そういう感じになってます。なのでね、まあ今日はね、そんな感じです。ではこの子にね、餌を与えていきます。今日はコオロギをね、5匹ほど与えていきます。サイズは M サイズになります。まあ、ご飯の方ね、与えていきますよ。おー、いいね、食った食った、かわいい。こんな感じですぐにね、食いついてくれるんですよ。かわいいね、いいね、いい食いっぷり。まだまだね、食べるんで与えていきます。これ、コオロギがちょんちょんちょん、おー、食ってる、かわいい、いいね、いい食いっぷり。この子ね、飼育してだいたい1年ぐらい経つんですけど、まあ今のところね、問題なく順調に育てってくれてます。まだまだね、与えていきますよ。お、すぐ気がついたね。ちょっと遠目に置いたんですけど、すぐね、気がついてくれました。目いいんだな、君、いいね。次はね、ちょっと遠くの方からね、置いてみて、こうちょん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 歩いて、お、やばい、バレ、あ、足が一本もがれた。足一本だけ食べてますね。よし、いいね。これやるとコオロギさんが地獄を味わいますね。うん、綺麗。うん、いい色、発色もね、しっかりしててすごい綺麗ですよね。ではね、ラスト与えていきます。お、すごい、ノールックで食ってるような気がするね。こんな感じで粉をね、撒き散らしながら、お、いいね、いい目してますよね。お、いい、すごい、いい食いっぷり、いいね。まだ触覚がね、飲み込めてないんですけど、まだ触覚残ってんだよ、君。もう口の周りが粉だらけ。でもね、可愛いですよね。この子ね、見た目毒ありそうな感じはあるんですけど、毒はね、全くないです。という感じで、今回はバワンリントカゲモドキの餌あげの動画でした。次の動画も見てね。バイバイ。